コーダック高校 MC ジャーニー8小節日本勝負レディーファイ。ジャーニーさんに一つ聞きたい。名前のジャーニー、何を変える、何を超えていくのか、ことの葉に込めた意味を俺にそれを一つ問いたい。それを聞いたら俺は次のバースでなんとなくアンサー返そう。そう、この前出た敗者復活のバトル、あの時ベスト4行ったんなら俺今回優勝を目指したい。常に上へ上へ行くだけ、たくさんのアクションを起こしていく。見せつけていくよこの場で、ダックのラップっていうやつを。いや、ジャーニーの名前、これは新たな旅に過ぎない。一つ一つの物語がある、だからやってる、だからこれからもやっていく。ベスト4とかベスト8とかどうでもいいから、まずは一つ前乗り出していく、この一つの道。Yeah, yeah, 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 yeah. 特に意味はない、正直やりたい方がいい、とか適当にやってもいい、楽しいタイプ、調子はどう。そういうことか、名前に意味込めないタイプか。名前つうのは自分でそう思うんだからこそ名前に意味を込めるのさ。俺だって言っていうのは醜い焼き猫から取ろうとしたけどスペルミス、気づいちまったけどさ、調べたら一つ分かった項があるんだ。この名前はどっかのスラングで、ダセい人、面白い人。それならいいじゃん、俺は俺で。服装ダサいけど、俺のことを笑ってくれる人がいて、その人が下から前向けるようになる。それが俺の物語を紡いでいくだけ。そう、名前は大事、それは間違いがない。だけど俺はこの言葉にこの意味を込めている。何かが誰かが把握、それがどうでもいいとか、どうでもいいとか、かっこいいとか、ダッサいとか、どうでもいい。自分で決めるよその判断、一つ一つ。ダッサいかっけー、そんなんどうでもよくねえ。自分の一つの物差し、誰かの物差しに測れない、測られない。自分でバースをかけ。終了です。ナイスバトル。それでは判定。